皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、それでは95回のですね、大木さん、よろしくお願いします。思い起こせば2009年の3月ですよね。こっち丸8年で、来年の5月で100回なんですけど、丸9年ですよね。まあそれまでは全部楽しんでやりたいと思いますんで、まあ今年ね、今年最後になりますんで、前月ね、すごく少なかったんですよ。で、今日来ていただきまして本当にありがとうございます。もうダメかなと思ったんですけどね、もうそろそろ終電かなと思ってたんですけど、皆さん来ていただきまして本当にありがとうございます。ということで、今日も年末年始忙しい中ですね、来ていただきまして、今日も楽しくいきたいと思います。それとは1曲目ですけども、毎度おなじみでございますが、このですね、テーマソング、作詞がですね、こちらの社長様、作曲が小林進、このコンビで作っておりますが、まずこれからちょっとですね、肩慣らし程度にやりたいと思います。いつもの通り、実はですね、ちょっと言い訳言っちゃいますけど、メンバー全員が揃ったので30分ぐらい前で、今日はリハがないんです。いきなりが本番です。楽しいですね、皆さんね。何が起きるか分かりません。途中で変な音が出たら、その時ご愛嬌ということでお願いしております。初めから謝っちゃいます。そんな顔は作業劇着替えるしかなくて。ということで、ということで、よくしたね。これで思いっきり間違っても大丈夫ですか。高瀬、ありがとうね。じゃあ、ベースからいきますか。ですけども、先日残念ながらですね、橋田のり、のり子さんですね、亡くなったのっていうことで残念ながらですね、特集を今日は組んでみました。48ページをお開きください。風という曲があったと入ってると思うんですけど、あってますか。48ページ風、橋田のり彦とシューベルトという曲ですね、というグループです。はい、橋田さん70代だったのかな。ずっと病気でね、車椅子だけどね、まだ80枚だと思いますけど、奥さんが先に長いなったんですけどね、ずっと活動してたんですけど、ながら、まあそれを忍んでといいますか、まあ曲、いい曲たくさんね、書いていただいたんで、今日は皆さんで歌って、やりたいと思います。よろしいでしょうかね。それでは皆さん一緒に歌いましょう。橋田のり子とシューベルトの風。ちょっと待ってね、あー、冗談上1, 2, 3, 4 人は誰もただ一人、
ページですね。33ページ、イムジンガーを入っていると思います、これはループウェイが違いまして、ね、フォークスイダーというグループ加藤和彦かな、2人でやってたと思うんですけども、この曲ですね。これは朝鮮半島の曲ですよね。北と南に分かれちゃったのっていうこと、もともと民族一緒だったんですけど、それが分かれてどうしたのかな、どうして一緒にならないのかなという思いですね。まだまだいろいろ問題ありますけどもね、この曲を今日は歌ってみたいと思います。それでは皆さん一緒に歌いましょう。イムジンガーワーン。あ、ちょっとすいません、大丈夫です、編集した方がいい。ワーン、ツー、スリー。水と水流
はい、ありがとうございました。以上で橋田のしこさんのコーナーを終わりました。で次ですけども、108ページ見上げてごらん夜の星をやりたいと思います。ちょうどですね、今星もね、冬場で経過しましたので、この曲を選んでみました。これ坂本九さんでしたっけね。フォーリーブスの楽曲だと思うんですけども、この曲やってみたいと思います。ちょうど2、3日前から、二股流星群ですか、皆さん見ましたでしょうか。おとといだっけ。おとといだった。おとといの夜ですね。ピタッと見ましたよね。開いた。寝てた。夜中のそうだビーチとかだよね。車に乗って都会の方に行って出て見てみたり、うちのベランダから見てみたり、3時頃また窓開けてみたりとか全然見ないと。ビーチ見てたビーチと。なんか南南東の空。うん、そうですよ。俺ちらっと見えましたよ。しかしたら2、3時ぐらいに。まあということでなかなかもう願い事ないですよね。来年もよろしくみたいなくて、お金とかさ、短いし、健康とかそういう一言しか言えないんですよね。流れる間にね。お金まで言えたら、金じゃない。金じゃないですよ。そう、僕はさ、金くれとか、そうなっちゃうんですけどね。まあ、流れてしまう。短いんでね、そんなこと思いますが。はい、ということで、曲の方を聞きたいと思いますが、見上げてごらん、夜の星を。星野、よろしくお願いします。見上げてごらん夜の星を小さな星を
ちょっと今ゆっくり聴くの曲だったんですけどもね、次はちょっとなんていうハードというかスピード感のある曲ですけども、87ページ、やっちゃいました。加山雄三さんのですね、夜空の星、グループサウンズでもやってましたけどもね、ちょっとこれでノリノリで行ってみたいと思いますが、違ってます。あ、ページ数分かる人教えてもらえますか。すいません、違ってみたいですね。夜空の星でお願いします。ちょっと待ってください。はい、探してください。すいません、分かった人手を挙げて言ってください。夜空の星です。はい、25ページだそうです。ちょうどあの商品が渡しますからね。楽しみにしてください。なんで社長がいいと思います。25ページです。ありがとうございます。25ページです。ありましたら皆さん大丈夫ですかね。じゃあ海野雄三さんって有名な曲ですけど、海野雄三さんもあれ81になったの、80ジャスト還暦ですか。昭和12年、かな、うちのおふくろ昭和12年初会員になったんですよ。もうね、また骨折っちゃってる感じなんですけど、また届けつくちません。はい、それでは行きましょうか。夜空の星、じゃあこれ別からでしたっけ。はい、お願いします。実は新しい声、新しくないですか。今回初めて持ってきた。色が違うなと思った。あ、やっぱ冬だからやっぱ白いボディがいいですよね。スノーボディ。実はこれもらったんですよ、知り合いの人から。ちょっとね、こうつまみとかなくて、あとね、全て直して家持って帰ったら、いくらしたんだ。どこで買ったんだ。なかなか信用してもらえるね。なかなかもらえるもんじゃないから。そうね。かもしれない。直して調整したら全然使えるんで。やっぱり普段の行いがほらね、奥さんを信じさせるというね。信じたところは分かんないけど、諦めちゃったかもしれないですね。買えばどのくらいするんですか。買えばね、これ多分ね、10万ぐらい。8万から10万ぐらい。あ、それで今日いいですね。あの、どうもうまく聞こえるなと思ったら、ベースないですね。腕じゃなくてね、ベースないから。そういうことですか。道具がいいです。道具がいいと。中学の道具、大工も道具だ。はい、じゃあ行きますよ。はい。Thank you.
ごめんなさい。いやずっとなんかそこ気になってずっと見てた。大丈夫かな大丈夫かなと言って。大丈夫ですか。やけどとかしたりして大丈夫ですか。いえいえとんでもないです。それでは全曲で前半の最後になりますが、135合ってるかなこれは。135ページ。のにさんのにはにのになんだっけのに咲く花のようにですね。合ってますか。合ってますね、135合ってますかね、これダガープレってことですよね、テレビドラマの裸の大使と放浪記、よろずやがんの好きだし、なんだっけ、苦手だよね、それやっていますが、これで前半で、また後半ですね、会場リクエストとか3曲乗りますので、この後コーヒータイムありますので、その時に、また聞きますので、よろしくお願いします。これ曲順で関係ありますか。それがないと商売ない。遠くは見えない。遠くは近くは見えない。大丈夫かな、はい、じゃあよろしいでしょうか、整いましたでしょうか、大丈夫ですかね、それでは前半作業になりますが、のに咲く花のように、よかったですね。止まんなくてよかった。
はい、以上で前半戦終了です。この後コーヒータイムになりますのでね、その後に、後半でさっきもまたリクエストしておりますので、後で聞かせてください。よろしくお願いします。